渡辺直人、渡辺直人、渡辺直人、1980年10月15日隊は、東北楽天ゴールデンイーグルスに所属する、茨城県牛久市出身のプロ野球選手、内野手、右投げ右打ち。2020年からは、楽天の現役選手としては初めてコーチ、一軍打撃コーチを兼務する。野球を始めたのは、小学3年生。 牛久市立下根中学校、茨城県立牛久高校、常成大学を経て、三菱不桑川崎に入社。遊撃手として入社1年目の、3年目の2、都市対抗野球大会優勝を、経験、2は、第16回アイブフインターコンチネンタルカップ、日本代表として、全9試合に出場し打率。357、社会人ベストナインに選ばれる。 2006年の NPB 大学生社会人ドラフト会議で東北楽天ゴールデンイーグルスから5巡目で指名を受け入団。背番号は社会人時代と同じに。は開幕を2軍で迎えたが4月17日に1軍登録され同日のソフトバンク戦7回裏にリックの代走として1軍初出場し8回表からは遊撃の守備についた。 翌18日には遊撃手として初めて先発出場し、3回裏の初打席は杉内俊也の初球を2塁ごろ、7回裏にはプロ初安打となる1塁内野安打で出塁し、高野志琴と武の右前安打で1塁から生還、初得点。7月24日の埼玉西武ライオンズ戦の9回表に初本塁打を記録した遊劇手のレギュラーとなり、八月十三日の ロッテ戦でサヨナラエラーを含む3失策をしている。打率は3割前後を保ち、一時は新人王有力候補とも言われた。後半は鉄兵に代わって一番を務めることも増え、最終的な打率は268リーグ7位の25盗塁、成功率833新人として両リーグ唯一の規定打席に到達した。なお、 渡辺の規定打席到達は楽天の生え抜き選手初の快挙でもある。三振率。105はチームメイトのリックと並んでリーグ最小だった。1月30日、球団から入籍が発表された。開幕戦には1番、遊撃手で出場。出塁率を上げるという目標から打席で粘って、四死球で出塁というスタイルで高出塁率を維持。一時期は、 打率が2割台ながら、出塁率が4割を超えていた時期もあった。しかし、交流戦で3等の際ヘッドスライディングをした際に、肩を負傷。怪我の影響で打撃不振に陥り、後半は、下位打線を打ったり、他の選手にスタメンを譲ったりすることが多くなった。打率は、251と規定打席到達では26位と、振るわなかったものの、 投塁数は前年より増えて34投塁とリーグ2位。盗塁成功率は850であった。死球は22個とダント突だった。シーズン記録ではの城島健二と同数の5位。の開幕戦は9番、遊撃手で出場。6月5日の東京をヤクルトスワローズ戦で6回裏に2塁種の小坂誠が遊撃の守備につき、 遊劇種の渡辺は初めて二塁の守備についた。翌6日には二塁手として先発出場した。一番の他に二番での先発出場も多くなり、三年連続でチームトップとなる26盗塁を記録した。このシーズンは守備が安定し、6失策と初めて失策が一桁に止まり、守備率988でリーグトップを記録した。 は115試合に出場したものの、マーティブラウン新監督の若手重視の起用と自身の不調が重なって、規定打席には到達せず、成績も全体的に過去最低となった。守備率は984で遊撃手として2年連続パリーグ守備率1位となった。2010年シーズン終了後の12月1日に、次年度年俸5300万円。 推定で楽天との契約公開を済ませていたが、8日に、金銭トレードでの横浜ベイスターズ遺跡の方針が、両球団の間で決まり、練習先の千葉県から仙台に呼び戻された渡辺に9日に、通告された。この遺跡は、メジャーリーグベースボールから松井和夫、岩村明憲両内野手を獲得したため同じ内野手である渡辺の出場機会が減少する。 可能性があった楽天と内野手の補強を目指していた横浜との間で思惑が一致して決断されたとも報道されたが一方でポスティングシステムによって MLB 遺跡を目指していた岩熊久志の入札金を補強費として混んでいた楽天球団が岩熊の残留によって入札金が入らず補強費不足となり人的保障のない金銭トレードに向かったとも報道されたただし 球団側は否定している。同年オフに選手会副会長に就任し、プロ4年目で、チームの精神的支えとなっていた選手の放出は、チーム内に大きな波紋を呼び、渡辺の涙のトレード会見の、翌10日に契約公開に臨んだ、鉄平渡辺と合同自主トレをしてきた、草野大輔、渡辺と社会人野球時代からの地期、島本博、渡辺と同期入団が、 各ののの記者会見の席上で、自らの話題よりも、渡辺のトレードの件に触れ言葉を詰まらせ、涙を流した。11日には、山崎武氏が出すべき選手ではなかったと渡辺のトレードに疑問を投げかけ、前述の契約公開の様子を聞いたコーチの田口、孝一も、渡辺だけ出すべきじゃなかったとコメントしたと報じられた。同日夕方、仙台放送、スポルタン、 ライブに、渡辺が急遽出演し、渡辺の特集が組まれた。デッペン、島、そして糸せずして、今回のトレードの関連人物の一人となって、しまったくまが、スタジオに急遽駆けつけ、花束を渡した。2010年12月9日に、金銭トレードで横浜ベースターズへ移籍。12月21日に入団会見を行った。背番号は、楽天時代と同じ。 は、実戦で一度も遊撃を守ることなく二類にコンバートされたが、若手の特殊にも志願して毎日参加し、アピールを行った結果、4月12日の開幕戦でスタメンを勝ち取った。4月24日の阪神タイガー,アース戦では、下柳剛から自身2年ぶりとなる本類打を放った。7月には監督推薦で自身初となるオールスターゲームに選出された。 仙台で開催されたオールスター第3戦目では9番二類種としてスタメン出場に安打を放ち関東選手賞を獲得した。夏場に調子を落とし藤田和也との併用の時期もあったが声優遊劇種の石川雄陽の怪我により9月終盤からは遺跡後発となる遊撃に回った。最終的にはチーム方針により少なかった。 東塁数以外は例年並みの成績を残した。は、シーズン前の東日本大震災復興支援、ベースボールマッチの日本代表に DNA から唯一選出された。シーズンに入ると、石川が事実上の二類種コンバートとなり、遊撃手にはオープン戦で絶好調だった、梶谷高行が入ったため、開幕からしばらくは控え続きとなる。 梶谷の不審により4月後半からスタメン出場が続いたが5月6日の中日ドラゴンズ戦で打球を補給した際に左肩を強打し脱球し残りの全員半戦は治療のために軍生活となった復帰後は打撃不審に苦しみ内村健介の加入もあり出番が減少打率も224と伸び悩んだこの年プロ入り初の三類守備についた の開幕は1軍で迎えたものの、14試合の出場で打率、143と打撃不振に陥り、4月20日に1軍登録を抹消された。2013年7月7日に、長田周一郎との交換トレードで埼玉西部ライオンズへ移籍することが発表された。背番号は8、7月12日に、古巣の楽天戦、ケースタ宮城で、 3から3で迎えた延長12回をもてに、代打として、パリーグの公式戦へ2シーズンぶりに出場。星野智樹から右翼戦を破る二塁打を放ってから三塁まで進むと、儀比によって決勝のホームを踏んだ。後に、打撃の調子を落としたものの、守備やバントが前提の代打、ピンチバンターなどで活躍。9月19日の対北海道、日本ハムファイターズ戦では、 6回裏の攻撃で右足首を負傷した浅村坂江とに代わって7回表からプロ入り初めて一塁の守備についた。2番、レギュラーシーズンの開幕を2軍で迎えたものの、開幕直後の4月2日に1軍へ昇格。昇格後は7月中旬まで打率3割を維持するなど、校長で主に2番、遊撃手としてスタメンに起用された。 7月8日の対ロッテ戦では延長12回裏1死2塁で迎えた打席で移籍後初めてのサヨナラアンダを放っている。実際にはパリーグの最終規定打席へ到達できず9月の不調で打率も下がったものの1軍公式戦全体では104試合の出場で打率260打点26をマーク。またギダの成功は35回でプロ入り後のシーズンでは 最も多かった。2は、レギュラーシーズンを1軍でスタート。出場機会は、前年より減ったが、肖像類種の中村荒野に代わる守備要員として1、軍に帯同した。2は、浅村が事実情勢2類種に定着していた、チーム事情の下で、二類を除く内野の全ポジションに起用中村が故障で離脱した際には、三類種として、 スタメンに起用される機会が増えた。この年も打席数が最終規定打席に満たなかったが打率309をマーク。本拠地の西部プリンスドームにおける主催公式戦に限れば352にまで達していた。2は、新人内野手の源田総領が正優遊撃手として定着したことなどから公式戦への出場機会が減少。 左投手の先発が予告されている試合で、指名打者としてスタメンに起用されることもったが、出場選手登録を抹消された8月14日以降は、一軍から遠ざかった。一軍公式戦への出場が32試合にとどまったことなどから、10月6日に、球団から戦力外を通告。2017年11月21日に、 楽天へ8年ぶりに復帰することが発表された。年俸は一五500万円。金額は、推定で、背番号は26。復帰時点での年齢は37歳で、現役の野手としては、チーム最年長、投主を含めれば同学年、1980年5月23日出生、の久保雄也に次ぐ年長であった。また、最初の在籍期間中に続いて、 チームメイトになった選手からは、復帰を我がことのように喜ぶ声が相次いで上がったという。2番、レギュラーシーズンの開幕を一軍で迎えると、序盤戦に、スタメンや代打で活躍。聖波交流戦期間中の6月中旬に、出場選手登録を一旦抹消されたが、最初の在籍期間中のチームメイト、ガイアシュで、同い年、1980年4月23日出生。 の平井陽介が監督代行として一軍の指揮を始めた同月、下旬からはシーズン終了まで一軍に帯同した。8月24日の対日本ハム戦、札幌ドームでは5回表の打席で移籍後の初本塁打を堀水木からマーク。一軍公式戦での本塁打は横浜時代の2011年4月24日に大半新戦、甲子園で放って、 以来7年ぶりであった。一軍公式戦全体では、西部時代の前年から倍増以上の69試合に出場。打率208ながら日本塁打を放ったことなどから、シーズン終了後の契約交渉では、推定年俸1、700万円という条件で契約を公開した。二は一軍監督へ正式に就任した平井氏のもとで前年に続いて、 レギュラーシーズンを一軍でスタート。5月9日の対ソフトバンク戦、楽天生命パークでは、一軍公式戦におけるシーズン唯一の安打を、自身初の代打本塁打で記録した。しかし、右足首の慢性的な痛みで、スイングに支障をきたしていたことから、6月22日付で、出場選手登録を抹消。抹消後に、右足首の習慣性飛骨筋圏楽球が、 判明したため、7月5日に、幹部の手術を受けた。その影響で一軍公式戦の出場は、過去最小の19試合にとどまった。シーズン終了後の10月14日には、現役生活を続けながら2020年シーズンから、一軍の打撃コーチを兼務することが発表された。平井氏に代わって二軍監督の三木はじめが一、軍監督へ就任したことに伴う兼務で、 楽天の現役選手による高知職の兼任は球団史上初めてである。その一方で日本ハムの二軍育成高知県保守だったサネマツ一世がこの年限りで現役を引退したことに伴って松坂世代の野手としては最後のプロ野球選手になった。右打ちを含めた粘り強さが光り2008年からは 出塁率を上げるためファウルで粘って投手に球数を投げさせた上で支給を選んだり支給で塁に出たりと出塁率は高い。そのため三振が少なくなかなか球を避けようとしないため支給の数が多いのも特徴である。1年目の2007年からリーグ6位の12支給を記録し、2008年は7月28日に2打席連続支給を記録し、 オールスター前にもかかわらず20個に到達した。しかし、現在までに支給による故障離脱は一度もしていない。空振り自体も少なく、2011年はセリーグで規定打席に到達した選手の中で4番目の少なさだった。主に2類、遊撃の守備をこなす。補給からスローイングまでがスムーズで、2009年、2010年と連続して遊撃手としては、 リーグトップの守備率を記録した。横浜では二類指揮用が多く、西部移籍後は途中出場が増えたこともありないや全ポジションを守るユーティリティプレイヤーになった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。